さこんにちは。あこんにちは。初めまして。始めましてので始、ね、めまして、ね、<ー>本当に初めてお目にかかって。今日はあの黒いタートルにね、紺のスーツで、テレビに出るよりもはるかにシックな格好をして。<laughs> <laughs> いや、もう久米さんは、ね、テレビでしか見たことがなかったもんですから、えー、はい、光栄です。ラジオを。あラジオはあのひたすら聞く側で、えー、あの実はですね、土曜ワイドラジオ東京というの TBS のああの, T の,あのまあ、番組でですね、えー、久米さんがあの、いつも土曜日の夜はあの午後、 あのいろんな現場から中継リポートをされてらっしゃいましたよね僕7年半やってましたからねはいリポーターちょうどその大学生の時に土曜日の午後はひたすら TBS のそれを聞いてたんです <laughs> でなんか久米宏というなんか若い男性アナウンサーがいて面白いところ行くなぁと。 ホームレスの格好をしてですね、なんか歩きながら中継するんですよ。で、あ、今、交番の前に来ました。あ、交番のお周りさんがこっちを睨んでます。で、実況中継するんですよ。面白い人だなぁと思って見てたら、あ、聞いてたら、そのうちにテレビに出てきて、あ、この人なんだと思ってたら、あるよあるよということになりましたね。<laughs> <laughs> で、今日はあの、 さっきもご紹介しましたけど今月いっぱいでラジオとテレビすべて交番なさってという話を聞いてすぐあの出演ご依頼をしてまさかその3月の最終のもう近いところにで生放送だしとてもご出演いただけないかと思っていたら意外や意外来ていただいてありがとうよく時間とりましたよねいえいえもうとにかくあの放送の世界から姿消す前に一度お会いしたかったんですかはい今一瞬姿消すと僕かなとい 仕事が違いますよ <laughs> あの、難しい話かもしれませんけど、金田さんって方、いっぱいいらっしゃると思うんで、はい、あれだけいっぱいテレビのお仕事もラジオもやってて、はい、いきなり今月いっぱい全部やめちゃう理由ってのは、なんですかあ,あの、もともと私、活字の人間なんですよ。あの、まあ NHK で記者をやってましたから、はい、原稿を書くわけですね。ええ、私はですから、NHK にいる時代、アナウンサーが読む原稿を書く仕事をしてたんですで それがいつの間にかなんかテレビに出てたのは、なんか違うなという思いがあって。それは NHK を辞めてフリーになるとき、はいえー、2005年だったと思ことですちょうど6年前ですね,ね、はい。同じようなことをおっしゃってませんでした。その通りです。<laughs> で、その時にですから NHK を辞めて、執筆に専念しようと。<laughs> うん、ですからその後しばらくテレビのいろんなところからのお話、レギュラーは全部お断りしてたんですよ。時々ならいいですよと。 うん、いうことでやってたら、ですねあの学べるニュースショーという、今、私がやってる学べるニュースの前身の番組なんですが、はい、そこにコメンテーターでちょっと出てくださいと、であの海外に取材行くときはいつ休んでいただいても結構ですと、うん、大変楽なあのオファーがあったもんですから、うん、じゃあ、まあいいかと、ちょっとやって、そこでニュースを解説したら、ですねやめられなくなっちゃったというのがあって、ふと気がついて、あれ 俺は何をやってるんだろうと思ったんですね。やっぱりここで初心に帰らなきゃというので、うん、3月がちょうどキリがいいかなと。だけど、まあ、次から次へと番組をいっぱい抱えてらっしゃって、よくも倒れないで、あの、生きてきたなと僕は思って見てたんですけど。そんなことないです。<laughs> あの 私、あの司会を、なんかパーティーの司会なんかをすると、うん、必ず池上さんがいらしててで、いろんな人に取材をしてらっしゃるんですよ、<laughs> あのお忙しいときに <laughs>、うん、こんなところにすって現れて取材して帰っていかれるんだなと思って、びっくりしてました、うん、でも、それ、やめることに関しては、周りが大変だったでしょう、うん、視聴率もいいし、数字がいいし、うん、まあ、あのテレビ局さんによってはなかなか大変でしたね。 番組やめるのは大変だっていうのはよくわかってるんですけど、そうですね、久米さんよくのいっぺんにおやめになりましたよね、全部。あのやめるならいっぺんにやめるしかないなということですね。つまり、いろんな曲は、ああそこの曲がやめるんなら、じゃあしょうがないですね、いいですよとこう言ってくれるんですね。一つだけなかなか最後までうんと言ってくれない曲がありまししてまたんですがあの僕も1985年の3月に番組全部降りたんですけど、その時もまあ大変でしたけどね。 で、2004年にまた番組降りたんですけど、この時もまた大変番組って始めるのも、めて成功させるのもえらい大変なんですけど、やめるのってもう、え、往生しますよね。そうですね、不思議ですね。あの、数字が取れないから番組打ち切りっていうのは、向こう側からすぐ言ってくるんですが、出演者側がやめようっていうと、え、それはないよって言われるちゃうんですね、これ。不思議なもんですね。あの、n s k 時代は十分長かったんですけど、あの、地方局を、ま、n s k の場合当たり前ですけど、移動してて、 であの慶応の経済学部のご出身なんですけど、はい、NHK と朝新聞を受験あの入、入社試験を受けになったあ。いや、両方受けられなかったんです、当時はあの試験日が一緒だったんです、学科試験が同じで、そうか、同じだったんだ、7月1日だったんです、うん、朝日毎日読売 NHK 共同通信が7月1日だったんです。で7月2日が えー、産経新聞と日経新聞と時事通信だったんですねよく覚えてますね、つま、はい、らないことを。はい、よく覚えてます、<laughs> やっぱり記憶力の問題ですから、ね。いやいや、全然記憶力、それで、うん、なので、7月1日、どうしようかなと思って、はい、朝日新聞と NHK の両方に願書を出しておいて、ぎりぎりまで、ね、なま迷って、ま、NHK を受けに行ったということではあ、どっちが良かったですかねどっちでしょうね。ででもおかげさまで こういう仕事をやってたおかげで、朝日新聞にコラムを持つことができましてね。あ<っ>朝日新聞に入ってたら、朝日新聞の記者がコラムを持つなんて、これ、大変なことなんですよ。うん、よっぽど文章がうまくないと、朝日新聞記者がコラムを持てないんですね。うん、私朝日新聞に入らなかったおかげで、朝日新聞にコラムを持つことができまして。あ入んなかったからこそ、両方制覇できたと。はい、<laughs> そういうことですね。<laughs> はい、さっきちょっとスタッフと話してたんですけど、はい、あのー 週刊子供ニュースでブレイクなさったわけですけど、はいはい、あの中でその、まあ、番組っていうのはプロデューサーがいて、ディレクターがいて、他にもスタッフが大勢いて、はい、そのセットを作ったりね、はい、模型を、まあ、模型を作るんだった模型を作ったり、はいで、そういうことに関して普通は、ディレクターが全部こう模型にしてもなんか、はい、やって、美術の人と相談してってことになるんですけど、はいはい、あの、いろいろ読むとはその、池上さんの意思でこう,模型こういう模型にしようとか、はい、ああいう模型にしようって出演者のお一人なのに、はい、なんでああいうことが、 NHK の中でいうことができるのは、奇跡だって話をしてたんです、ねええ、ああそうですか。い、ええ、私はあの番組の編集責任者だったんですよ。えー、週刊誌でいうところの編集長だったんですね。えーはい、で、さあ、今週何を取り上げようかというテーマは私が決めるわけですね。うん、で、一緒にやってるスタッフは、教育テレビの子供向け番組を作ってるスタッフなんですよ。はい、だから、ニュースのことには詳しくないわけです。そうすると、どのニュースを取り上げるかって判断は、あの報道にいる私が決めざるを得ませんよね。うん それからニュースのことをよく知っていないと、どうやって、どんな模型にするかってことが考えられないわけですよ。うん、ですから私が、こういう模型にしようよねっていうまあ案を出して、で、その時にやはり一緒のスタッフは子供向け番組のプロですから、うん、じゃあ子供向けにするためには、こういう工夫したらどうですかっていうアイデアを出してくれて、一緒に作っていった、うんで。基本的な模型の設計は私がしてたということですね。 あの番組はニューステーションが始まってしばらくして始まったんですけど、はい、とにかくニューステーションのスタッフにはもう全員あの番組は見ろと、はい、いうことだったんですよ。<laughs> ええというのが内部情報で漏れてきました <laughs> <laughs>。ニュースステーションではそう言ってるよって話が聞こえてきました。見ろ、全員もう必見だと、はい、いうことだったんですけど、まあ模型などにしても結構難しいんですよね模型ってね。難しいですね。あのどういう模型作るかってその、 カメラで撮ったとき、はい、どういう見せ方をするかっていうところまで考えて、はい、その、まあ言ってみれば、縮尺の大きさはどのぐらいにするかっていうことまで、どう考えているのかっていう、とても難しくて、はい、あのー、まあ、模型って難しい話じゃなくても、フリップっていうやつがあるんですけどね、はいはい、あのー、フリップ1枚いくらっていう、な話ですけど、かかるんですけど、僕はね、あのフリップなんてもな、カメラで寄れば、うんはい いかような大きさでも精密にできていれさえすれば、そんな大きなものを作るし、米がちっちゃくたってよりはいいんじゃないかっていうことで、なるべくちっちゃめでコンパクトにした方が、机の上が整理できるんですよ。はいはいはい。だからそういうこともね、もう、昔からの習慣でフリップはこの大きさって決めちゃってるんですよ。はい、わかります。あれを半分にしてくれると、うん、あの、ニュースをやってる司会者の机の上は整理整頓ができる。<laughs> はい。そういうことも言わないと気がつかないですよね。昔からの習慣でやってるから。えー、そうですね。模型もそうで。はい。 でだからニュースステーションがどんな模型を作るのかというのは、こちらも大変参考にしててですね <laughs> で、ある時ですね、いわゆる金融危機の時ですね、はい、でもし銀行が、えー、倒産してしまったら、その後、そこからお金を借りてる人に対して、どうそれをこう、まあ、継承する銀行を作るか、ブリッジバンクというのを作ろうという,、はい、いう話があってですね、こどもニュースで一生懸命苦労してね、 ぎあの、橋が銀行になるって模型を考えついて作ったんですよ。ブリッジバンクでね、ブリッジバンクです。で、二週間後にニュースステーションを何がなく見てたらですね。うん、なんと、橋が銀行になる模型が出てきましてね。<ら> <laughs> 全員見てますからね。た <laughs> ま <laughs> げましたね。えー、でも、ニュースステーションのがあの完成度は高かったですけどね。<laughs> だから、あれ模型をやって、あの。 ただね、僕、週刊こどもニュースとニューステーションはここで比べてもしょうがないんですけど、ええ、週刊こどもニュースはね、徹底的に分からせようっていうのは僕は尊敬してたんです、とても。はい、ニューステーションはね、今だからそう言うんですけど、うん、あの、分かった気にさせるだけなんですね。<laughs> <laughs> いえ、そんなことないですよ <laughs> <laughs> テレビ見てた人が、あ、分かったっていうふうに。 うん、錯覚してくれれば十分だ、うん、それ以上、本当に分からせるのは不可能だっていうふうに僕、思ってましたから、ニュースってものは、うんはい、あまりにも深くて、すべてのニュースはあまりにも深い、はい、根本的まで根本まで説明しないじゃ、1>, はい、やもう1日かかっちゃうから不可能だから、えー、そういう場合は、テレビ見てた人に分かったっていう意思のカタルシスをね、はい、あのあの,あの、えー、伝えられれば、それで十分と僕は思ってたんですよ。はい だから子供ニュースは違ったって、もっと根本的な言葉の問題からまず始まった。そのことは一体どういうことなのそんなことをやってたら時間がいくらでも足ないんですよ。<laughs> じゃあね、大人の番組で。優しくね、伝える方が難しいですもんね。優しく伝える方が難しい。ね、みんなわかって、ね、言葉の問題、あの、一回目非常にあのこだわってらっしゃいますけど、みんなわかっ ちゃったふりをしてる人も多いけど、わかった。そんな根本の考えた言葉って。はい。それほどは。そうですよね。それほどは考えてない。みんなさらっと使ってるんですけど、毎日。でもね、例えば日銀が量的緩和をしましたっていうと、なんとなくわかった気になってね。で、大人のニュースでは資金をジャブジャブと提供してますって。資金を供給してる。えどうやってって思うわけですよ。そこでそもそも日銀がどうやって資金を供給するのかっていうところから、え、調べて、子供にわかるように考えるわけですね。 そうすると、発行済みの国債を民間の銀行がいっぱい持ってる。日銀がその国債を買い上げれば、その時日銀がお札を印刷して銀行に渡すことができるんですね。うん、この時、あの、一般に、あの、日銀券が外に出てくるんですよ。これがお金をジャブジャブと供給することだよ。ということを説明すれば、量的緩和という意味が分かっていただけるかな。うん、というようなことを、まあ、毎週毎週考えてたんですね。あのー、まあ、 NHK のそのテレビのニュースっていうのは、ラジオのニュースの原稿をそのまま使ってたっていうは、はい、池上さんのお話で僕初めて知ったんですけど、うん、それじゃあニュースはわかりにくくなりますわね。そうですね。あのニュース原稿っていうのは、まあんまラジオ聞いてる方にこんな話をしてもしょうがないですけど、長いんですよ、ワンセンテンスが。はいはい、<laughs> やたら。はい、そうですね。原稿紙一枚で、ね、センテンスが終わんない決済あるぐらいで、はい、<laughs> お前これは異常だろうって。で、文章を短くした方が伝わるんですけど、 今度は短くすると全体の総量が増えちゃうんです。どういうわけか、日本語って。はい。そうですね。2>, 2行ぐらいの文章の積み重ねにするとね、<laughs> 紙が倍ぐらいになっちゃうんですよ。だけど、そうなった場合にはいらないところを削って、文章は短くしようっていう運動を、はい、あの、やるためには5年ぐらいかかりましたからね。はい。<laughs> 文章は短くする。それだけでも変わんないですもんね、記者の方たちって。そうですね。で、うん、私は子供ニュースをやる前に、首都圏のニュースのキャスターをやってですね、はい、その時に初めて、 他の記者が書いた原稿を読む立場になったわけですね。うん、そこで初めて、あの、久米さんが感じられたことと同じことを考えたんですね。うん、なんで一つの文章が長いんだろう。うん、でね、アナウンサーは偉大だなと思いましたね。アナウンサーはこれを読んじゃうんだ。うんはい、で、NHK のニュースの、ニュース原稿の一番いけないところは、アナウンサーの読みが上手すぎることなんですよ。うん、アナウンサーがあまりに見事に読んで、うん、しちゃうもんですから、記者の下手,下手くそな原稿が上手に聞こえるんですね。うん だから自分はあの上手な原稿書いてるんだっていう、誤解するんですよまた NHK の人たちはうまいから、あのアナウンサーうまいから綺麗にに縦板に水で長い文章を読むから、はい、ますます聞いてると分かんないですよ、<laughs> 何言ってるか。<laughs> そうなんですよ。<laughs> いいんですか、そ<で> <laughs> んなこと言っ,ちゃっていいんですよ。で、私はだから、<laughs> あのそういう、私はプロじゃない、アナウンサーじゃないわけですよ。アナウンスの研修を一切受けたことがない自己流ですから、記者として読もうとすると、長い文章が読めないんです,、ね、読めないですよ。<え> <laughs> そこで、まあ私はその、まあデスクだったので、記者の原稿を直す権限が与えられていたもんですから、うん、じゃあ私が息がつぐところで文章を切ってしまおうって、うん、どんどん短い文章を積み重ねに変えていったんですよ。うん、そうしたら、あどんどんわかりやすくなる。あるいは文章を切っていくと論理的につながらないってことが出てくるんですね。うん 論理的につながらないものも一つの文章にすると繋がっているように、うん、あの、勘違いされるんですね。うん、切っていくと論理的につながっているかどうかがわかる。繋がらないところは蹴っていく。大変わかりやすくなると。そうなんですよね。ね<え>あれ短くするだけですごいニュース原稿ってかりやすくなるんですけど、うん、もう昔から、あたや山時代から書いてますからね。<laughs> <laughs> そ,うそう簡単じゃで、こう、あの、日本人って不思議なもんで文章ってこと、あの、読んで、じゃなくて、目で見た。 字面とかなんかで名文だったらですね、錯覚しちゃったらそうですよね。うん、文字でね、はい、特に字が綺麗な記者なんていうのはね、はい、あの名文のように見えちゃうんですけど、はい、全然中身がなかったりするんです。はい、だからそれがあの音声になってみたり、テレビで映ってみたりすると、はい、あの本当のことが分かっちゃって、実に分かりにくいってことが分かったりなんかするんですよね。お疲れでしたよね、うん、長い間。いえいえいい目で見てね、ね、えー、分かってても、声に出すととんでもないことになるっていう一例がありましてね。うんええ、一件のニュースをや,あのやってる頃に、 これら患者が各地で出たっていうのがありましてね。うん、で、原稿を読んでたらですね。 これらのこれら患者はっていうのは出てくるわけですよ。うん、ねあ。あの、書いてると何の違和感もなく書きますよね。うん、で、声に出すと、お前ダジャレ言ってる場合かって話になっちゃうんですね。池上、うんまあ、さんダジャレ好きですけどいえいいまあ、それは置いといてですね。うん、ええー。まるで私がそのニュースのし深刻なニュースでダジャレを言ってるかのように受け取られちゃうと困るわけですけれども、うん、やっぱり声に出すことによって伝わる、伝わらない、あるいはとんでもない原稿かどうかってことがわかりますよね。うん、あの ガラッと話は変わるんですけど、はい、去年の夏は猛烈に暑かったんですけど、はい、その暑いさなか、あの、還暦をお迎えになったわけですね。あそうですね。はい。はい、で、こう、あの、長野の松本と生まれて、60年生きてきて、まあ、今東京でお暮らしですけど、こう60年の人生はいか,いかがなもんでしたか <laughs>。なんで突然そんな、<laughs> あなた。いや、おあ<の>少しあまりね、誰にも聞かれたことないことを聞こうかなと今考えてたんです。<laughs> どんなもんですか、今まで生きてきた60年の人生というのは。まあ、あっという間ですよね。で、子供の頃は、 っってとててととつまない年寄りだと思ってたんですね60歳って、うわ、考えられないじじいだと思ってたら、自分がそうなってみると、あれまだまだ若いなと、あるいはまだまだ成熟してないなって思いますよね。僕、小学校2年ぐらいの時ですかね、はい、自分が小学校6年生になるのは不可能だと思いましたもんね。あまり先が長いんで。わ <laughs> かります。<laughs> ってね小学校2年の時に <laughs> 3年生がいて6年生がいるじゃないで <laughs> 校庭で朝礼のときに僕があの6年生になるなんて不可能なぐらい遠かったんですよ小学校6年生になるのが、うん、それが今66ですからね、えー、はいそれが今666 <laughs> 年生がさっと並んじゃってるわけだからちぎですか <laughs> それで、ね、まあ60年生きてきてあっという間だったっていうことだったんですけど、はい、それで今回もその大震災ですけどね、はい これ、60年生きてきた日本人から見て、まあ、これ、戦後の大ピンチが今、うんはい、日本を襲っていると考えて間違いないと思うんですけど、うね、どう池上さんをご覧になってますか。あのね、えっと、第二の焼け跡からの出発じゃないかと思うわけですよ。うん、特にあの三陸のあそこを見ると、何にも残ってませんよね。ないです、ええ。で、阪神大震災の場合は、まだビルが壊れましたけど、うん、ビルは残ってました。うん、今度、跡形もなく、何にもないわけですね。うん これ、ちょうど1945年の日本の終戦直後の全国の街なんですよ。何にも残ってない。うん、そっから私たちは立ち上がってきた。私たちじゃないですね。私たちの,あの親,親世代、あるいはあの祖,父祖父母世代が見事に立ち直らせてきたわけですよ。僕はね、子供の時に一日に何回も停電をするという記憶はかなりはっきりあります。私もありました。うん、もう、だから小学生の時は東京にいましたけど、 あのしょっちゅう停電してましたね、してました、また停電したって、常にろうそくと懐中電灯、必須でしたあのしかも予告なしです、今みたいにとってね、いきなり切れるんですよ、北朝鮮でもよくありましたけど、いきなりへって切れるんですそれだけ安定してなかったんですよ、電力供給が。電車の中とかも暗かったもんですか、今みたいに。電車って、僕は乗ったことあんまりないしね、電車が走ってるのは都会だけでしたしね。 だって千葉に海水浴に行くときは蒸気機関車でしたよ。<laughs> 東京から。ちょっと待って。はい。1950年生まれですよね。そうですよ。<laughs> はい。僕44年生まれなんですよ。ええ。だから1960年ぐらい、うん。あの、内房線、あの外房線、は蒸気機関車が走ってましたよ。はいはい まあ当然、電化されてないし、ディーゼルがあるはずないから、はい。蒸気機関車が考えられないですよね、はいはい。そうですね。そうなんだ。松本に里帰りするときは、もうトンネルに入るときは大変ですね。みんな、みんなで協力し合って窓を全部閉めるわけですよ。閉めてもね、隙間からね、入ってくるんですよ、煙が。えー <laughs> 蒸気機関車の煙がトンネルの中で全部、車内に入ってくるんです。とにかく、旦那トンネルを通るときなんか大変でね、どうしても入ってきたんです。見えるんですよ。恐ろしいで煙がピューっと。顔がすすだらけにな0年ぐらい前って、鼻の下真っ黒になっちゃうんですね。そうですか。すごかった。それを思えばですね、だから、東北の人たちにとってもちろん大変なことなんですけれども、そこから立ち上がってきたわけですよ。それを改めて考えなければいけないんだということが一つと、 これだけ東京電力管内で停電が続きますと、今度はね、東京電力管内での産業の空洞化が起きていくるなという恐れを持ってましたね。もう結構経済的にもね、会社経営的にも厳しいところが増えてきましたね。はい、これから夏にかけて電力不足になりますね。うん、そうなりますと、大口の需要者、つまり、いわゆる大企業の工場ですよね。うん、工場にちょっと一週間創業をやめてくれませんかってお願いが行くに決まってるんですね。うん、そうするとやってられないよと言って。 東京電力管内から他に逃げていくんじゃないかという非常に心配がありますし、うん、原子力発電にもう頼っていられない生活をしなければいけない全く発想を大転換することをしなければいけないでも私たちが暮らしている今の電力の使用量って東京電力管内でいうと1980年代ぐらいの量にすれば今の供給量で間に合うんですよ。うん、だから暮ら暮しを30年前に戻せば やっていけるんですねあのー、原子炉の事故についてはどうお考えですか、福島に関してはこれはね、あのいろんな思いがありますが、一つ、言霊という言葉がありますね、うん、言霊あの言葉自体がも、ま、魂というか、霊を持っている、それ自体が力を持っているというのがありまして、うん、原子力発電所は安全だと建設するときに言ってました。うん 安全だと言いますとね、じゃあもし事故が起きた時にどうしようっていうことになると、うん、いや、安全だから、えーの、事故が起きた時のことは想定しなくてもいいですよという論理がどこかで忍び寄ってくるわけですね。うんうん、海外ですと、原子力発電所は安全だけれども、もし何かあった時のために周辺の住民の避難訓練をやりましょうということをやってるわけです。日本ですと、 あの避難訓練をやりましょうと言っても、え、安全なんでしょ、うん、避難訓練やんなきゃいけないようなものは作らないでくれという話になるものですから、結局、電力会社の関係会社の人たちが住民の役をして避難訓練をする、うん、ということになったり、安全なんだから20、30、40の安全対策は必要ないよね、うん、という、ある種の言霊にとらわれて現実を見ない、うん、その結果、 このような無様なありさまになってるんだなという思いをしていますね。僕もあれはゾッとしたんですけど、あの、水蒸気を抜いて圧力を下げている弁がありましたけど、はいはい、あの弁はもともとついてなかったんですってね、日本の原子炉には。そうらしいですね。そういうことは起こらないから、つける必要がないっていうんで、つけてなかったんだけど、うん、海外でつけ始めたんで、はい、それじゃあつけるかっていうんで、使ったいたんで助かったんですよ。はい、危ないとこだったっていうのが聞いて、ゾッとしましたけど、はい、で僕はあの、 二三日前の三時間のスペシャルを拝見してたんですけどね。はい、さっきもその、崎山っていう科学者に言ってたんですけど、はい、あの、どこの曲も同じような原子炉の図を出すんですけど、はい、なんで寸法を入れてくれないんだって言ってたんです。はい、横が何メートルで、はい、縦が何メートルでね。はい、燃料棒が4メーターちょいだけしか寸法がわかんないから、はい、で、あの、原子炉が、 立地しているところは広大な海岸なんで、はい、絶対的な大きさがわかんないんですよ。あ、確かにそうですね。だ、あれはどれほどのいかようの大きさのものなのか。はい、あの使用済み燃料棒を入れる、うん、あの水が千トン以上も入るプールだっていうことを聞いて。ますます大きさがわかんない。それ、どうして誰もさ、あの、はい、フリップにね、はい、寸法を入れてくれないんだろうっていうのをずっと思ってたんですよ。はいはい あのお願いしますよ、ねかりました、高さ12メートルだというのをちゃんと言わなきゃいけないですね、高さ全体の高さが12メートルね初めて分かった、それは1号炉で今の例の問題になっている3号炉ですね、あれは出力があの75万ぐらいであるやつですよね。と、高さが15メーター、3階建て あえ、また、あ、だから、いわゆるその水が、は、は、いや、十、十二メートルですね。いわゆるあの、貯水プールの方です。使用済み、ごめんなさい。そうそう使用済み核燃料が入っているプールの方の、はい、え、プールの高さが十二メートルと。<m> 確かに、粘土量の三倍、三、はい、倍の高さがあって。そうですね。うん、あの、建屋全体っていうのは、あ,あれは、僕は建屋が飛んで、はい、原子炉の本体っていうのは、はい 地下の方にもずっと入ってるのかも疑問なんですよ。はい。あの、ドーナツ状の水が入ってる。はい、あれはぐーっと地下の方に入ってるのか、それ建屋の上にあの、はい、乗っかるぐらいの大きさなのか、はい、その辺のスケールも分かスケール感がわかんないんです、ねうん、なるほどね。だからあの、ニュースステーションはなるほど、こういう発想から作られたんだなって、今は分かりましたね。たね常にいろんな <laughs> あのスケールの中で、あのスケールが分かるような形の模型をいつも作ってたのは、 クメさんがこういうことをいつも指摘してたからなんだなってことが今分かりましたけどね。つまり、あの、原子炉が思ったよりも小さいと安心じゃないんですけどね。うん、あの、あ、意外に小さいんだなっていう感覚と、はい、想像を絶する巨大な施設だった場合の恐怖感って、はい、ちょっと違ってくるような気もするんですよね,、はいはい、ね。そうですね。それともう一つ、あの、今回の報道を見ててですね、一視聴者としてこう、かなり見てた部分があるんですが、はい そうすると、こう、非常にもどかしいんですね。うん、つまり、専門家の方が専門用語を言いますね。ところが、それを伝えている、あの、ニュースのアナウンサーやキャスターが、今のことはどういうことかっていうのがわからない。本当はそこで、あの、非常に素朴に、なんでそれなんですかって聞いてくれればいいんだけど、うん、えー、プライドが許さないのか、あの、何を聞いていいのかわからないのかわからないんですが、うん、聞かないんですね。その結果、専門家の人たちがそのまま出て、 何事もなかったかのように次に行く。結果的に見てる人が今の話何だったのわけわからない。これは心配しなければいけないことなのか安心できることなのかわからないまま次々に行く。わからないから不安になっていく。ということが積み重なってきたなって思うんですよね。 テレビ見てる人はいろんなことを感じちゃったりするもんで例えば東電という企業があまりにも巨大なもんですから、はい、あのー、もしかして政府も東電に関してちょっと気遣いをしすぎてるのではあるまいか、はい、あるいは東電というのは昔のお、はい、前田家のように巨大な藩、はい、で、はい、何十万石か知りませんけども、はい、あまりにも巨大な王国なもんですから、はい、東電自体がもう自分たちの意識は東電王国の、はい うん、住人であって、はい、よそ様からは口出しできないというような状況の企業なのか、はいはい、で、科学者たちも東電とか何かにはお世話になって研究費ももらってるでしょうし、はい、<laughs> 原子力の科学者たちはかなり政府からも援助金をもらってるだろうし、うあの、 かなり遠慮して喋ってるのではないだろうか。もしかしたら NHK 自体も、ついこの間、まあ、予算を国会に入られてるってこともあるんですけど、うんえー、政府に遠慮した報道を NHK はしようと思っているんじゃなかろうかなってことまで、はい、もう考えてテレビを見てるんでゃ国民は。そうだと思いますね。その辺は池上さんはどう思います。はい。あの、まず NHK の話で言えば、そういう気遣いは一切ないですね。 えこれはあの本当断言できます。で、今、あそこで解説しているのは私の後輩ですから、うん、よく知ってますけれども、うん、え数日前は東京電力にもの発表があまりにひどいと言ってあの放送中に起こってましたね。うん、え人間的な反応を見せてましたが、うん、基本的に事実をあの淡々と伝える、判断するのは視聴者だよ、というのがあり、というか過度の不安をあの煽り立てるようなことはしないでおこうと。うん 不安を煽り立てると視聴率は上がるんですが、うん、そういうことをしてはいけないよということでやってるんです、はい、やってるがゆえにです、ね、淡々とあまりにやるもんですから、見てる側が欲求不満が出てくるわけですよ、うん、これは何かを隠してるんじゃないかというふうに思ってしまう、隠してるなんてことは全くないし、うん、出てきたものは全部きちんと伝えてるんですが、とにかく落ち着いて淡々と伝えようと、やることによって、視聴者がちょっと不満を持つのがあるのかなというのはあります。 ただその一方で、東京電力という会社組織自体は巨大な組織ですし、日本の場合は給電力体制といって、はい、北海道は北海道電力、東北は東北電力という形で、いくつかもにあの電力会社、分けたのはいいんですけれども、うん、一つの地域は地域独占ですよね。うん、ライバルがいないんですね。その結果あの、お客様のためにという発想がどっか行っちゃうんですね。うん、ライバルがいると随分変わります。例えばいい例は、かつての電電公社です。うん 電電公社は電気、あのあ電話電報を一社で独占してましたから、はい、殿様商法でした。それがあの民間になり、さまざまなあの au とか、えー、ソフトバンクとかライバル会社が出てきた途端に、うん、みるみるあの便利になっていったんですね。そういう仕組みがないと、本当に殿様、えー、商法で、下々のものを聞いておればいいんだっていう体質が残ってるなと思いますね。うんえー 45分までお時間が終わりになるんだ、ねはい、そうで、ね、はい、お茶でも飲んでてください、あ,ありがとうございます。<laughs> 今、CM 中にいろいろお話してたんですけど、あのテレビお出になる以外にも、全部よくまめにご覧になってますね。はい、テレビ、テレビが、実は仕事場にテレビがないんですよ。 ちょっと時間があって待機したりするでしょ、うん、その時にまたまたまテレビを見てるだけなんです。<laughs> あのー、<っ>もう子供の時からずっと読書一本みたいなご趣味がね。はい、はい。そうですね。お酒物ままなきゃ何もしない。んと,とにかく読書。はい。読書量もの、年間何冊ぐらい読みになったんですか今は時間が。い今はね、ずいぶん減ってますね。えー、5、60冊に減ってますけど、えー、NHK 時代は年間300冊でしたね。<laughs> 年間3百が結構大変ですね。<laughs> あの、往復の、おあの、 往復で大体2時間ぐらいかかりますから、だいたい新章一冊読めますでしょ電車の中でええー、電車の中で。なるほど。はい。イ、はい、月からは好きなだけ本が読めると。ええー、もうそれ大期待してるんですが。実はね、酒が飲めるそうなんですよ。<laughs> <laughs> 本が読めるそうなんですよ。えー、もでもお仕事がまだちょっと残ってるんですかあの、いや、あの、締め切りが迫ってる、あの、書き下ろしの本が。 たたくさんありましたこ,のこの後とね、出版社との打ち合わせで、時間がもうね、<laughs> 迫ってるんで、出版社でら待たなときゃいいって、っ一応、ゲストには器っていうものを持ってきていただいてて、はい、今日はいつも携帯してる筆記道具って、あポケット入ってらっしゃるんだ。ええはい、えーはいえー、っと こだわりのものがですねそれペンケースなんかいれないでバラバラでポケットの中にジャーって突っ込んどいて大今はたまたまこのタートルですけれども普通のシャツの場合シャツの胸ポケットにですねこれを四本入れてるんです刺してあるだって種類もバラバラですかメーカーも種類もバラバラこれはシャープペンシルボールペンそれからこれはノック式の消しゴムそれからこれはペンですねそれはずっと NHK の記者時代からずっと そ,うですね、そのぐらい持ってりた、ええ、常に分けてました何かあったらメモを取る、はい、夢を見たら起きてすぐ書くっていう例えば、子供ニュースのやってる場合は、模型のアイデアをひたすら考えてて、うん、なかなか思いつかない、えー、諦めて風呂に入る、うん、風呂に入った瞬間にアイデア思いつくんですよ、模型のイメージが湧くんですよ。うん これを私は、あの、アルキメデスの法則と、えー、自称しておったんですが。<laughs> やっぱり浮くんですかね、アイデアが。<laughs> え、浮くんですね、あの、浮 <laughs> 力で。い <laughs> あの、血の回りが良くなって、<laughs> うん、えー、急に、あの、やっぱり、かあの、いろんなことを自由に発想するんですね。うん、その時にすぐ裸で外へ飛び出して、うん、あの、忘れないにメモだし、メモしてまた入ると,ると。これ、書くものはありますけど、何にメモするんですかあ、これ、あの、例えば手帳を。 なの予定を書いたり、予定もとりあえず仮で押さえておいて、後で最終的に決まるかどうかわからないので、いつでも消せるように鉛筆、それもこだわりがありましてね、これ、速記用の、えー、太さがミリ、mm、なんです<ー>この間ね、速記者に来ていただいたプロの速記者に <laughs>、はいあ、あの方たちが使う速記用の、<laughs> はい、書きやすいですか、やっぱり。と同時に、芯の硬さが HB では硬くて、引っかかるので、はい、2B なんですねあこだわってますね。はい ああデッサンもできるぐらいの柔らかさですよね、はい。で、ボールペンもこれ1.6なんですよ。はい、極めて太い文字が書けるんですよ。はい、あ、本当だ。グイグイグイとこう書けるでしょ鉛筆もこう、非常にスラスラスラーっとこう、書けるわけですね,ですね、はい。書き味の良さをね、追求してらっしゃって。あねはい、まあ テレビで、あの、最初の話に戻りますけど、今月いっぱいでテレビ全部ラ,ラジオやめるんですけど、この引く手またの中でやめていくテレビなんですけど、はいまあ、テレビっていうのはよくその、タレントさんにしても人にしても、あの、使い捨てだとか消耗品扱いにするとかいうことを、あちこちで言われるんですけど、ご自身でも、あの、今、バブルだっていうふうな、ご自覚があるんですか、はいえええ、そうです。もう本当にこれは去年バブルだったなって思っています。 えあの、去年、あの、流行語大賞のトップ10の中になんか、いい質問ですねってのが選ばれて、うん、ああいう表,表彰式出るの嫌なもんですから、出ないで、えええー、テレビ局の人にメッセージを託したんですが、その時に、あれ、バブルだと思いますとこう書きました。それで、あのー、3人ぐらいバブルいるんじゃないかって。<laughs> <laughs> いいですか。ええ、はい。ええ、あの去年1年間の3人のバブル。はい。うん えー、戦場カメラマン、マスコデラックス、池上明。バブル取リよと私は <laughs> あの言っておるんですけど、ね <laughs> これ。やっぱりバブルだって自覚があるから、スパッとやめるっていう気もあるということですね。まあ、全くその通りです。うん、はい。これは異常だよと。えー、それはニュースをこう分かりやすく解説してご覧いただける方が大勢いらっしゃるのはありがたいんですけど、はい、こんなにみんな知りたかったんだっけっていう思いが、やっぱりちょっとどっかにありますよね。ーあの、 視聴率がいいってどうご判断になってますかねそのニュースの例えば言葉にしてもね、はい、東日本が50ヘルツで、西日本が60ヘルツで、はい、これはどうしてなのかっていうことを、そんな大勢知りたがる人が多いのかどうかっていうのはどう思えますいや、多分し、いや、これは知りたいんだろうと私は思うから解説明をするんですけどね。うんえー 僕はじゃテレビで見なくたって、はい、だ解説書を読めばみんな書いてあることなんだから、はい、なんでそれをテレビで見て知ろうとするのかが僕の疑問なんですよね。はい、そういうことは自分で、はいはい、今ネットで見られちゃうのも結構欠点ですけど、はい、あの物事って、 本を探して自分で調べてたどり着いたときがとても嬉しいじゃないですか。はい、その通りです。それの喜びをなしにしていきなり池上さんに教えていただいちゃって、うんはい、ああ、面白かったっていうのは、はい、ちょっとね、その知的探求心を満足させる方法としては、はい、あのー、ちょっとショートカットすぎるんじゃないかなと思うんですけどね。全くその通りですね。うん、なので私はただ、あ、これはこういうことなんですよって、ではなくて、あ 面白いんだなと。ニュースって面白いんだな。これまでニュースって難しいと思ってたけど、うん、あれ説明を聞くと面白いんだなと思っていただければ、そこから先本屋さんに行って本を買ってもらうとかですね。えー、そういうふうにそのきっかけになってくれればいいなって思ってるんですよ。先日、あの中国新聞という広島に本社のある新聞社の社長、はい、まあ昔一緒に仕事したことがありまして話をしたんですが、うん、木曜日に中国新聞の 新規購読者が増えるって言うんですよ。うん、水曜日に私の学べるニュースが放送された後、翌日ですね、新聞の勧誘に行って、昨日池上さんがニュースにこうやって解説してましたよね、やっぱりニュースは知ることが必要ですよねって言うと、うん、おお、そうじゃそうじゃと言って、新聞を買ってくれる。うん、新聞、新規購読が増えるって言うんですよ。あ、これはいいことだなそれは素晴らしい話ですね。木曜日、本がよく売れるんだそうですよ、ニュース解説の本が。これは嬉しいなと思います。 むしろそういうふうになってほしい。だから私が何でもテレビで優しく解説しちゃうのは、うん、いけないなと。うん、だからこの辺で姿消そうという思いもあるんですよね。でも後継者は出てきますかね、誰か。あ、これはいくらでも出てきます。ベテランが上にこうずっといて、若いやつには譲らないってことをやってるから、<laughs> 若い人が育たないだけだと思うんですよ。うん なんで今、顔見直してるんですかいや、どう、あ、もテレビの話ですよ。そうですよね。ラジオの話でもしてませんよ。まあ、テレビはそうだと思いますね。あの、ある程度の人は、リタイアした方がいい、次の人、更新が出てくるためにはね、いなくなった方がいいなっては、僕はそうう僕は全くその通りだと思います。まああの誰かとことは言いませんけれども、まあ、逆には、若手が、もう、あの、もう、じじいは早く出てけって追い出すくらいの力を持ってほしいと、本当は思うんですけれども。 大丈夫ですよあのあの。年寄りがいなくなれば若い人は育ってきますよ。うんうん <laughs> なんとも言えない空気が今感じましたね。二人ともこう、なんかこう、引き際が同じ境遇だっただけに。境遇ってそうだね。これ、境遇って言わないんですちょっと言葉が変なこよね。じゃ失礼いたしました。同じような形で引き際が美しかったと。美しかった。自分で言うかな、美しかった。健康状態はいかがですかえ、あの、首から下は何の問題もありません。そうなんだ。はい。 それは首か,首から上ってことは、やっぱり、あのそういう話はあんまりしない方がいいってこと思います。いや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 ,いや,いやこれはあの単に謙虚にそういう言い方をしているだけで、<laughs> はい、なんともありません、あのー。あれですよね。 テレビって不思議なもんで、あの本質じゃないところが気になっちゃったでして、これラジオで言っていいかどうかわかりませんけどね。<え>原子力保安院の人あのカツラだけはやめてほしいと思ったりんですそんなことはないす。これが気になるのがテレビの本質なんですよ。はい、何が残酷かってこれがテレビの現実なんです。はいはい、テレビの嫌なところってそういうことこなんですよね。はい、あの、保安院の人が一生懸命説明してくれて、深刻な事態なんだけど、あのカツラやめた方がいいんじゃないかなって思っちゃうっていうのはね、テレビの本質なんです。<laughs> だから僕テレビが好きになれないところはね、そういうところでもあるんですよね。うん、映って顔が あのさらすってことはね実はそういうことなんだねだから記者会見の台座時じゃああネクタイ曲がってるな話より印象の方にね多く行ってしまいますからね画像っていうのはねいかにあの余計なインパクトを与えるかということですよねありがとうございます繰り返した健康なってことありがとうございましたありがとうございますこんな最後のチャンスで出ていただいて感謝しているこちらこそ本当に光栄ですありがとうございましたジャーナリストの池上彰さんが今日のゲストでした池上さんありがとうございました